反安倍女性の街頭での主張がネットで話題。内容はこちら。反安倍女性の街頭での主張が話題のようです。では内容を見てみましょう。原発は関内国ですよ。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。超本人ってわら、超本人だろわらわらわら、うーむ、この漢字の間違い方は漢字間違えてますね。次はこちら。原発事故は前の政権だ。はい、民主党の菅政権ですね。次はこちら。こんなのが生きていられる日本ってすごいんだな。まあこういう主張を堂々とできる日本、ある意味平和ですよ。最後はこちら。いろいろとお察し、何言ってんのかわからねえ。確かに何が言いたいのかわかりませんね。まあ主張するのは自由ですがね。結論。こんな行為を中国や香港でやろうものならどうなりますか？日本は言論の自由、表現の自由で守られているから許されるのです。日本はそれだけ平和だということ。でもその平和もいつまで続くでしょう。危機感は持っておくべきです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。